どうしたの？これ、ラブレターでしょうね。ついに来たぜ、俺の青春。これってなんだろうって考えて考えて、好きなんだって気づきました。友達からでも全然いいので付き合ってほしいです。やっぱ分かる人には分かっちゃうんだよな。来てしまった。もしよかったら今日の放課後会ってくれませんか。よっしゃー。待ってろよ俺の青春。まさかこの人がラブレターの。え？1年の野崎と言います。手紙は僕が出しました。え？え？ああ、これ君なの？はい。いやー、でもそんな急に好きって言われてもな。ごめん、君が好きとか嫌いとかそういうのじゃないから安心してほしいんだけど。それって、俺そんな器用じゃないから知らない奴のことをいきなり好きになんてなれねえっていうか、よくわかんねえっていうのが本音なんだけど。大丈夫です、僕頑張れます。そっか、ありがとうございます。